アシロインの一般構造式。赤破線は分子内水素結合。アシロインは α、ヒドロキシケトン RCCHR の関用名で、特に競技には R イコール R の化合物を指す。R イコール R の化合物については、RC に対応する置換器の関用名の語尾から、R を除いて、代わりにお湯を孵化した関用名が用いられる。 例えば3ヒドロキシマイナス2ブタノンはアセトインと呼ばれる。ケトースはアシロインの部分構造を持つ。ヒドロキシ元によりアルファイが活性化されているため酸性度が高くエノール化しやすい。エノール体であるエンジオールを通じてヒドロキシ元とカルボニル元が入れ替わる互い変異性を示す。また単純なアシロインは分子間で縮合して二状態である二、五、七。 トリオキサビシクロ2.21ヘプタン骨格を持つ化合物に変化しやすい。特に酸性化ではこの反応は早い。対象アシロインの代表的な合成法としてはアシロイン縮合が知られている。また、方向属対象アシロインの合成法としてはベンゾイン縮合が知られている。ベンゾイン縮合の変法であるステッター反応は死亡属アシロインにも適用できる。 非対称アシロインの合成法にはアルデヒドをシアノヒドリン等のアシルアニオン等化体に誘導してアルデヒドに嗅覚付加させる方法ケトンをエノラートやその等化体に変換した後酸化してアルファイにヒドロキシモトを導入する方法などがあるありがとうございます